本日このタイトルで、えー、と話しさせていただきます。はい、あの、テンリフさんの,のイベントをちょっと見させていただいているんですけど、なんか皆さんすごい詳しかったりして、あの、めちゃくちゃ面白くて、全然飽きないなと思って、私も視聴者として、はい、楽しませていただいております。はい。まず、えー、とソニーの宇宙感動体験事業とは何かというところなんですけれども、えー、とソニー製カメラを搭載した人工衛星を2022年に、えー、と打ち上げることを予定しております。で、 えっと、その、えー、そのカメラによって、宇宙の視点をみんなが得られるということを目指しております、はい。こちらについて、えー、本日紹介させていただきます、はい。まず自己紹介をさせていただきます。私、清水忠と申します。所属はソニーグループ株式会社、宇宙エンターテイメント推進室におります。えっ、ー、と、経歴なんですけれども、山梨県の北都市というところ出身になります。こちらのすごい中なんですけれども、あの自然に囲まれていて、で、星も、あの、今思えばあの非常に恵まれた環境にいたんだなと。 っていますであのガンプラとかすごい好きであの説明書で結構リアルな宇宙のこととか書かれていてあのすごい憧れて、えー、いますあであの宇宙に、はい、興味を持ちましたであの大気圏近くの戦闘シーンとか結構いろんな作品であると思うんですけどそういうの大好きで,で今回あの打ち上げる人工衛星も、えー、と宇宙って 100, 100キロからが宇宙だと思いますけれども、まあ、400キロくらいの軌道を通るあの大気圏近傍というところであの、まあ、近いところがあるかなと思っています、はい で、ソニーに入社してから、知的財産センターというところで特許ですね、の仕事をしていました。で、カメラとかの、あの、知財戦略とかですね、その後はと、新規事業探索ということを行ってまして、そこで、あの、中分野についても探索をして、こちらのプロジェクトに関わったというところになります。 えっと、どんなプロジェクト、何を目指しているのかというところですね。宇宙を解放すると大冗談に立っているんですけれども、宇宙の視点を人々に解放することで、人類未踏の感動体験、表現機会を提供し、地球人としての価値観が世界中で共有される新しい社会を実現するということで、ちょっと固いんですけれども、あの、大真面目にこういったことを目指して、えっ、ー、と、みんなで活動しております。 で、その経緯なんですけれども、えっ、ー、と、実はこちらの机の下プロジェクトといいますか、あの、最初は有志が集まって始まったプロジェクトでした。あの、着想としてはですね、あの誰でも自由に使えるカメラが宇宙空間にあったらどんなことができるだろうということを最初にあの思って、これ実現できないかということで始めました。で、えっ、ー、と、一番最初は JAXA 東大とのあの、講演会みたいなところで、で、JAXA さん、東大さんのメンバーと一緒にちょっと集まって何かやろうよということで、こういった着想であのやっていまして、 えっと、仕事が終わった後、放課後にですね、コツコツみんなで、あの、こんなことできるかなとか、あの、衛星の <laughs> スペック考えたりとかしていました。で、その後ですね、あの、会社を説得しまして、あの、正式なプロジェクトとして認めてもらえて、今、えっと、昨年ですね、宇宙エンターテイメント準備室が発足したということになっております。で、東大と JAXA との開発体制になります。えっと、ソニーは、 衛星のミッション部、つまりカメラの部分の開発と、それから、と、地上を含む全体システムの構築ということを行います。それから、と、宇宙空間とか、地球内を使った、これまでにないコンテンツを使って、感動体験ということを、えっと、事業として実施していくことしています。こちらの、あの、えっと、左の図の白いところが、えっと、ソニーの分担部分です。で、ただ、えっと、ソニーは、宇宙に関して、あの、素人といいますか、あの、その一見があるわけではないので、えっと、 東京大学の小泉研究室、それから中須賀船瀬研究室という、あの、どちらも人工衛星で非常に実,行実績のある研究室ですけれども、そこ、そちらと組んで、えっと、開発を行っています。この機関部分については東京大学さんえー、作っていただいています。それから、えっと、JAXA さんですね。こちらも言わずと知れた、あの、日本の宇宙機関ですけれども、こちらにも全面的にバックアップいただいて開発をしております。 で、小型衛星でできることの予定です、えー。高い姿勢自由度で地球やそれから宇宙の方向を取ることができます。これ、あの、いろいろあの開発して分かったんですけれども、例えばその自己位置推定のためのスタートラッカーの方向が決まっているとか、結構あの、いろんな制約条件があったりして、今ある自己衛星のほとんどは真下方向しか、えっ、ー、と、基本的には取ることが難しくなっています。で、そこをあの、いろんな方向に、いろんな角度で取れるようにしようというのが一つの我々のチャレンジになります。 えっと、ソニー製の、閉鎖性のカメラ、えー、搭載しますので、高感度の写真であったりとか、それから 4K 動画っていうのが、えー、撮影できています。で、体験としては、えっ、ー、と、まずは2種類ですね。えっ、ー、と、リアルタイムのライブ中継。こちら、地上局と通信できる期間中になるんですけれども、えっ、ー、と、ライブ中継ができたりとか、それから予約を、機能を使って、えっ、ー、と、リモート撮影ということが、えー、できるようになります。 はい、どんな写真が撮れるのかですね、こちら、えっと、イメージ例になりますけれども、こちら、例えば日本列島の写真になります。こちらの写真はあのあの、国際宇宙ステーションとかから撮られた写真を許可をもらって、えっと、頂い,いているものになります、はいで。こうやって横方向とか写真撮れる機会、まあ、宇宙ステーションとかから撮るとかが、えっと、できるんですけれども、あんまり枚数は多くなかったりします。<laughs> あとこちらですね、えー、と大気の光とそれから、えー、とオリオン座と星と地球一緒に撮るみたいなこともできます。こ,この青い光でオリオン座が見出ているのが、えー、と見えるのかなと思います。はい、であと、オーロラみたいなものも、えー、撮っていきたいなというふうに思っています。はい、あのタイムラプスとかも使って撮れたらいいのかなというふうに思っています。はい、とこんな感じであの太陽光とつ あ大気候と月みたいな、こんな幻想的なですね、アートによったような写真とかも、えっ、ー、と、うまくチャレンジしていきたいなというふうに、あの、チャレンジしていただけるかなというふうに、えー、思っています。で、もちろんですね、あの、宇宙方向も向くことができます。こちらの地上から撮ったサンプル写真になりますけれども、実際にはあの大気の影響のないあの、大気圏外の宇宙から、えっ、ー、と、星空を撮っていくことが、えー、可能になります。はい。で、あとですね、とシミュレーターというのも用意しています。こちらですね、あの、人工衛星、 えっと、我々が飛ばすものは、えっと、だいたい1日に地球を16周するんですけれども、やっぱりその、取りたいものを、撮ると、あの、取りたい、あ、すいません。 撮りたいものを撮りたい時間に撮れるかっていうもの、わかんなかったりするんですけれども、ただ軌道が決まっているので、事前にあの、シミュレーションすることはできます。で、あの、いつどこでどんなものが撮れるのか、あるいはまあいつどこでどんなものが撮りたいのかっていったことに合わせて、シミュレーションを使って、あ、この、この時間のここからこういう画角で撮るといい感じじゃんみたいな感じで、あの、事前に試してみて、で、撮影予約するみたいなことを考えています。で、こちらがあの、シミュレーターですね。こちらはちょっと1年前にあの、作ったもので、 あの本当に一番最初の最初の目ッなんですけれども、えっと、公開しております、このマップレイ、サテライトアイで検索すると、誰でも使えますので、えっと、見てみてください。国際チューステーションの軌道情報を使って、えっと、あの模擬したものになっています。 ただ、の実際の UI、UX を今、絶賛開発中で、今開発しているものは、めちゃくちゃかっこいいのがあのできていて、こちらもそのうちあの公開できると思っていますので、そちらもぜひ楽しみにしていただきたいと思います。あのシミュレーターだけでも結構遊べるようなものになっています。はい、あとは、じゃあ、どんな体験を作っていくのかですね。であのちょっと期待を持たせてしまうとあの恐縮なんですけれども、最初の衛星ですね、あの結構やっぱ制約条件がすごく多くて、あの あの取れる時間であるとか、通信料とかも結構限られてしまっていて、ですねあの本当に誰,も誰でもアクセスしていつでも取れるみたいな条件はちょっと残念ながら、最初は、えー、とならないです。で、最初については、あのえー、と弊社ですね、ソニーミュージックエンターテインメントというグループ会社がありまして、でそこと連携してあのいろんな事業の準備をしたりとか、あとさらにさまざまな社外のパートナー様とも連携を拡大しています。 であの、単に写真、予約撮影して写真撮れる、動画撮れる、だとや,やっぱり面白くないので、そういったものを使ってどんな体験を作っていくかのことづくりのところにあの非常に力を入れております。でここには例示で出させていただいていて、あのこれをそのままやるかはまだわからないんですけれども、あの、教育であったりとか、ドキュメンタリーだったとか、アートとか。 あのいろんな可能性があるのかなと思っていて、まずはこういった体験みたいな形で皆様には提供させていただくことになると考えております。ただあの、ゆくゆくあの誰もがあの衛星に直接触れて、誰でも写真撮れるみたいなところももちろん、えー、と目指しておりますし、えー、と最初の衛星でもそういったところをなんとかチャンスを作っていきたいというふうに考えております。 ことづくりといったところでは例えば、えー、とこんなことを考えています。ちょっとまだ抽象度は高いんですけれども例えば今の,あの子どもたち,私たち私あの我々の子どもたちってもしかしたら実際に宇宙に行く世代かもしれないんですね。そうするとじゃあ今あのその子どもたちが宇宙に触れるというのはもしかしたらその将来の宇宙旅行の準備かもしれない。でそう考えるとじゃあ子どもたちにどんなことを準備としてさせてあげたらいいのかなとかですね。あとはあの宇宙 で、すごく静かな空間であるとして、それってあの結構一人で過ごすには結構絶好の時間じゃないかみたいな。じゃ、そういう宇宙欲みたいなことがえっ、ー、とうまくできたらどんなことがあの価値としてあ、あの提供できるかな？とか、そんな風なえっと考え方で、えー、やっています。なので、あの宇宙の写真とか映像とかも撮れるんですけれども、さらにそれを使って、あのどんな体験ができるかというところをまず、えー、考えています。 でえっと、最後ですね、えっと、興味を持っていただけた方はですね、えっと、ウェブと,、えっとツイッターがあります。でウェブではえっとソニー宇宙エンターで検索すると,、えっと出るのかなと思います。でこちらですね、今はちょっとまだコンセプトとかそういったところを伝えてしているんですけれども、えっと、今後ですね、秋ぐらいからですね、具体的なあの企画とか、あと衛星の姿とかそういったものを、あの具体的なところを順次発信していく予定になっていますので、もし興味を持っていただけた方はそこで見ていただけると、あの あの星空のアートによった話とかも今準備しておりますので、あの、お楽しみいただけるものが、あの、今後発信していけるかなというふうに考えております。あと、ツイッターですね。こちら、の、日々、あの、まあ、イベントもそうですけれども、衛星開発の状況ですね、あの、試験とか、放射線試験とか結構きつくてですね、トラブルも結構起こるんですけれども、そういったこともあの、あの、実況的につぶやいていますので、あの、人工衛星の開発とか、 またまあ宇宙全般、興味ある方はぜひあのフォローいただけるとあ,のありがたいなと思います。はい、ということで、ちょっと短いですけれども、ご紹介になります。以上になります。はい、清水さん、どうもありがとうございます。えっ、ー、と、お時間がですねあと4分、3分ほどあるんですけど、私から一つ質問させていただいても<あ>よろしいでしょうか。はい、あの搭載するカメラには、はい、あの望遠レンズとか広角レンズとか、 はい。どれぐらいのレンズが使えるものがどうする予定なんでしょうか。うね、えっと、レンズのスペックについてもえっと秋ぐらいにえっと公開していく予定です。ちょっとはですね、はい、あの先だ天文に使えるあの結構小型の衛星で載せられるレンズがですねやっぱりこれもちょっと制約があって、うん、っ天文ファンの皆様にご満足いただけるかちょっとわからないんですけれどもはい閉鎖性のレンズを載せる予定になっております。はい、あの先ほどあの月の写真とかはいこのかの写真とかを見ると、はい、あの広角から ちょっとした望遠ぐらいまではカバーしてるのかなと思ったんで、はい、はい、そうですね、あのあズームレンズを、はい、搭載していきますので、超望遠とか、ちょっと超広角みたいなところはちょっと、そうですね、あんまり思ったん、はい、ですけど、はい、一つ質問が来ております、大気圏外を利用した紫外線や遠赤外線での観測の計画はあるでしょうかと。 中村和志さんから質問がはいどうもありがとうございますえっとそうですねえっと今回搭載するか一番最初の衛星で搭載するカメラについてはえっとちょっとあの可視光のあのセンサーになるのでえっとそういったあの赤外とかはちょっと 見ることができないんですけれども、ただあの、うん、その後の展開としては、そういったところもやっぱり宇宙から見るときの醍醐味でありますので、うん、えっと考えていきたいと思っています。特にあの、うん、宇宙はやっぱり赤外も使えると、いろんなものが見えてくると思いますので、そ,でそこはあの今、ちょっと検討しているところになります。あ、はい、ありりががとととううごござざいいいまますすす、はいはいえー、それでは、えー、っとあとですねはね、いはいはい、大いに 天文ファンとしても、あの、一地球人としても、期待しておりますので。はい、えー、どうもありがとうございますした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はいはい